先制点、見事な綺麗なゴールでした。ゴールシーン振り返ってください。いや、まあ、清原がスルーするっていうのは、まあ、ボールが入った段階で分かってたんで、まあ、そこで、まあ、力を抜けていいコースに蹴れたと思います。今日の試合全体を振り返っていかがでしょうか。まあ、前半は、まあ、自分たちの思うようなプレーっていうのはなかなかできなかったんですけど、まあ、後半徐々に自分たちがやりたいことが少しずつできてきて、まあ、失点のところはまた練習からしっかり課題としてやっていきたいと思います。今日見つかったその課題というのはどんなところでしょう。まあ、やっぱり1点取った後の、まあ、ゲームの運びだったりっていうのが、まあ、やっぱりまだまだだなって感じました。あれでも連敗はストップしたわけなんですが、そのあたりいかがでしょう。まあ、勝ち点3取りたかったんで、まあ、全然満足はしてないです。ありがとうございます。ありがとうございました。